雨が降るか降らない中、ギリギリのところ傘も持たずにね、夕方散歩です。それにしてもね、めちゃくちゃ蒸し暑い。汗がやばい。ここら辺の汗がやばいですね。ということでね、久しぶりの夕方散歩でございます。セミがね、鳴いたりしてますね。かなり歩くの久しぶりなんじゃないかな。どれぐらい歩いてないだろう。で、傘もささず、結構今曇ってる状態なんですけども、ここら辺ももう生い茂ってますね、雑草とかが。ここら辺のなんか森の中とかはカブトムシとか取れんのかな。お、びっくりした。黒い蝶。久しぶり、こんなに大きな蝶を見るのは。水を飲んでますね。こっちからね、流れてきてますね、水が上の方から。ということで今日は豊か神社には行かず、もう直ですね、直でこっちの道行きたいと思います。ああ、この木ももう葉っぱだらけだな。野菜とかもなってる。これ柿の木ですよね、確かね。ここになり始めてる。今年の夏はまた暑いんだろうか、長いんだろうかと思いつつですね。まあ今月、どこに行ったっけ、あそこ、萩か、萩に泊まりに行ったぐらいかな。先月が結構いろんなところ行ってると思いますんで、広島とかもね、やっぱりもう一回行きたいなとか思うし、やっぱお店がね、まあ、好きな洋服の、ね、お店がね、よく分かんなかったりするんで。あとは来週山口市の方にね、行きたいと思います。あっち側海見えますね。多分ね、一応友達と行く予定なんで、行くのは行くとは思うんですけども、ちょっと海だけ切り替えようか。こんな感じ、今日の天気こんな感じ。あそこでもね、若干ね、気持ち晴れ間見えたりするんで。それじゃめちゃくちゃ暑いぞ、だんだん汗がやばい。で、最近動画また始めたいっていう方から連絡いただいて、まあ前から知ってる方なんですけど、わ、ここ通れるかな。これ水溜まりになってんじゃん。うわ、これは通れないな、遠回りだけど。まさかのね、水浸しですよ。これはさすがに通れないな。なんか排水溝とか詰まってんでしょうね。ちょっと引き戻していくか。とりあえずだから、もう僕のやり方になっちゃうんですけどっていう話で、とりあえず iPhone があって、あと三脚が1個あれば、まあある程度僕がやってるぐらいのことであれば多分全然可能だと。まあ若い方なんで、まあいろいろね、こう挑戦してみたいっていうことでいいんじゃないかなっていう話をねさせていただいて、まあ大体こう iPhone だとか Android とか、まあ簡単にね、動画撮れて編集できてみたいな感じがね、可能だと思いますんで、僕はそのやり方をね、おすすめしてます。若い方なんで、ジャンルとかどうしたらいいかなっていう話もしたんですけど、まあ、結局ね、YouTube って僕が思うに、まあ、YouTube に限らず、まあ、自分が好きなことを発信とかしていく世の中にどん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 変わっていってるじゃないですか。で、僕らがその、20そこらの時とか、まあ、インターネット、まあ、ヤフー検索だとかぐらいはあったのかな。それぐらいは多分あったと思うんですよね。そのあたりぐらいしかできなかったんで、まあ、今は本当恵まれてるなとか思ってですね、まあ、そんな話をしつつ、だから好きなことをね、配信して、まあ、ルールってあるじゃないですか。何でもルールを守った上で配信していけば、いろいろコミュニティガイドだったっけ、そのあたりもねあるから、そこだけはみたいな話もしつつですね、まあ、多分でも普通に
楽しくやってる分には全く問題ないと思うのでですね、まあ、可能性はね、何でもあるじゃないですか。年とかそんなも全部関係なく、いろいろ僕もね、試してみたいんで、まあ、そんな感じのね結論でございます。暑っ。なんか時間的にどうかな、カブトムシとかいるか、ちょっと神社の方だけ見てみよう。すごい水が流れてきてる。暑いぞ。ちょっとまあせっかくなんでお参りでもして行きたいと思います。この木のどこかにカブトムシとかいるのかな。暑っ。わかんないな全然。でもどっかにはいるんでしょうねきっと。まあ先はどうなるかね、5年先10年先なんてわかんないんで、まあ、今をねこう何回も言ってるんですけど、今を楽しんでいれば多分5年10年先も楽しめていると思います。今がね自分自身で納得がいかない生き方をしてたら多分5年10年先も一緒だと思いますんで、まあ何がいいとか悪いとかいうよりはもう本当自分自身の問題課題だと思いますんで、まあそこをねこうここもびしょびしょ、まあそこの課題ですね、の課題にどう自分自身が頑張るか、まあ頑張るっていう言い方も、頑張るを基本的にそれを軸にしていたら基本それしかなくなっちゃうんで、やっぱこう緩めることも大切じゃないですか。いかにこうね自分自身をまあいい加減というか、まあいい加減は僕はいい加減と思ってますんで、まあいい加減でですねいいんじゃないかなと思います。というなんかよく分かんなくなってきたけども、もうとにかくね暑さでねもうダメ。まあね、いいことはどん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 自ら進んで合わせていったりしたらいいと思いますし、まあそんな感じですかね。めちゃくちゃ暑い。もう家帰ったら早速風呂ですね、風呂という感じで、今日の久しぶりの夕方散歩、まあ夕方でも曇ってるんですけどね、終わりにしたいと思います。で本日もご視聴ありがとうございました。ではまた見てください。